オーバードライブは2018年6月1日公開の日本映画モータースポーツのラリー競技をテーマにした作品キャッチコピーは信じてかけろすべてをかけた兄弟の熱気思いが走り出す放画としては2008年の SSS SS 以来10年ぶりとなるラリー映画従来のモータースポーツ映画に比べるとドライバーの影に隠れやすかったメカニックを 主人公にし、両者の交流をメインに描いているのが大きな特徴である。監督は、海猿や暗殺教室を手掛け、自身もモータースポーツ好きである、ハスミ栄一郎。自動車、自動車部品、タイヤ、時計、ラリー雑誌などラリーに関わっている、実在の企業や現役ラリーストの多くが、私物提供や、ラリー場面での演技指導などで協力しており、 劇中にも実際の企業名が登場する。一部は、海外のラリー競技の映像提供も受けてはいるが、撮影自体は全て日本で行われている。ラリーカーの実際のドライブは、全日本ラリー選手権王者の勝田則彦と、やつ、田原文雄同じく、JRC ドライバーの無田修平と、大橋一夫が担当。またフリーメカニックとして、 ラリーチームを渡り歩くサエグサとヨカズの監督、訓練のもと、実際にメカニック役たちがマシンの整備、取り付けを行った。全国で唯一高等学校としてラリー競技に参加している報告学園高等学校もロケ地から近いこともあり、撮影に協力している。ラリー会場の雰囲気は海外ラリーやナスカーをイメージしている。 本作の映画化は前述のように小学生時代からモータースポーツファンのハスミ監督にとって念願だった。作風はマニアックな内容では共感を得られない。セリフに専門用語を使わず余計な説明も加えない。モータースポーツに関心がないカップルが見ても楽しめる青春映画に仕立てたという。リエゾンのシーンが省かれているのもこれが理由である。 東出には撮影の2ヶ月前から車の構造を解説した分厚い資料を勉強させ、メカニックの仕事も体験させた。新谷は目に見えて鍛え上げられた肉体を要求。蓮見監督は配役同様、二人とも仕事を完璧に仕上げてくれた。彼らに役者バカだと褒めてやりましたと語っていた。ラリー競技の最高峰。 世界ラリー選手権を目指す若き天才ドライバー、檜山直澄は、同じスピカレーシングに所属するメカニックの兄、厚仕様の助言を無視し、彼と衝突を繰り返す日々を過ごしていた。そんな中、直澄の新しいマネジメント担当として、遠藤光がやってくる。そこで光を待っていたのは、檜山兄弟の確執の原因となった過去と、チーム全体を巻き込む危機だった。 主人公たちが争っているのは WRC の登竜門とされる架空のラリーシリーズ SCRS である。前身は1980年から始まった全日本ラリードライバーズカップで1998年に SCRS となり1999年に国際格式となった。本作の舞台となっている2018年シリーズは初の海外ラウンドであるマレーシア、 インドを含めた日付付カレンダーや参戦チーム名と、その英語表記まで設定されている。クラスは SRC-1、SRC-2、SRC-3 の3つに分かれており、主人公たちは SRC-1 で優勝を争っている。SRC-1 は全13ラウンドが設定されているが、一部は設定値とは別の場所で撮影されている。 またスピカレーシングについても、設立や ISO9001 取得の年月、ラリーでの成績、スタッフの入社や、移動歴、資本金、主要業務で制作しているパーツ、組織図など至るところまで細かく設定されている。日本スーパーラリーシリーズに参戦する、撮影者のヤリス SCRS 北九州、フィルムコミッションの協力のもと、福岡県北九州市で、 長期ロケが組まれたほか、ラリーシリーズを再現するため、全国各地で撮影が行われている。ありがとうございます。